皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報として、実際に私が説明会などに参加した学校、これを順番に紹介していきたいと思っています。今回は静岡市立高校です。市立高校、科は2つあります。最初は普通科ですね。定員は280名、今年の入試の倍率は 1.01 倍でした。ほぼ競争がない状態でした。一般コースが5クラスと特進コースが2クラスあります。1年次は共通の勉強をして、2年次から文系と理系に分かれて勉強が進んでいきます。そして特進コースは全員が国公立大学進学を目指す学習をしています。でもう一つの科は、科学探究科。こちら理科が興味があるとか好きな人おすすめです。定員は40名で、今年倍率ちょっと低かったんです。 0.63 倍でした。学習は英語、数学、理科、これは少人数の授業を行っています。そして毎年6月に3年生による課題研究発表会、これが行われています。だいたい土曜日で公開しているので、理科系とか好きな人とかね、この学校に興味ある、どんな学校かなって知りたい人、これに参加してみてはどうでしょうか。でこの静岡市立高校、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール SSH、 これに指定されている学校です。今回は静岡市立高校について、紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。